スモーグチャンネル。肘とか痛みやすいんで、膝最初できなければ膝ついて負荷を軽くしてやります。10回。これきついですよね。これ結構肘負担がかかるんですよ。こう組んで、まあ、ほとんど散歩しかしてない。これはやばい。ちょっと膝ついてますね。膝ついてます。これやべえわ。自分でいい感じの負荷で調整してください。はい、いきなりやると肘とか痛めちゃうんで。これやべえな。はい。はい、これ自分相撲ずっとやってるけど、これは強いんですよ。やっぱすげえな。これね、普通にできないですよね。なんで、これは相撲で本当、突き押し相撲だと必須なんで、ね、鉄砲をやるとね、これが強くなるんですよね。あ、うん、最初はもう膝ついて調整し、自分の負荷調整して、まあ、正味最初3回ぐらいでいいです。3回3セットできなければですね。できるなら膝ついてこのきつさですもんね。いや、きつっ。あれ、膝ついてる、ね、筋肉2人ともこれここね、できないですよね。そう、これは本当に姿勢が使わない。本当使わない。これはやば。で、この砂の粒も痛いし痛いですね、これ全部散々ですわだから、そうっすね、相撲や、なんか自分考えてるのは女性とかもやっていく競技にしたいから、マットがいいなと思って。そうですね、痛いですね。だって多分擦り傷になってます、ね。あ、申し訳なさは出るんですけど。なるほど。じゃあちょっと擦り足いきましょう。はい。きっちりしたやつがあってもみんな息が出ます。レブラ。みんな手抜きますもんね。みんなその日の稽古を乗り切るみたいなところがあるんで、そこはアウト。いかに楽するすり足をやってる風にするかですね。シャシャシャやってるのなんかこう速いやりで。それやったらもうきっちりしたのを短くやった方が絶対いいんです。無駄ですね。これは行きますか。はい。前日半ぐらいに寝れればどう。時間大丈夫ですか。寝れます。大丈夫です。今日帰るんですか。はい。今日も大丈夫です。大丈夫です。では基本なゆっくりのすり足。はい、ポイント、これも個人差あるんですけど、足幅をしっかり自分で使って、一番、まあ、止まって立ち合い、一番踏み込みやすい、一番強く速く当たりやすい、まあ、この幅があるんですけど、個人違うので、そこは探らないと、まあ、大体見てたら分かるんですけど、そこは徐々になるので、最初はやりやすいので。これも足狭くなると、こういう裏とか、裏引きとか知らない、その好きなところが裏引きとかそうでしょ。ああいう小さいタイプの人、こういう風に立つ人多いんですけど、潜るからって、こうやると膝悪い人とか絶対できないんですよ。で、やっぱその四股の経験もあるので、腰をしっかり決めて、そうすると腰で支えれるんです。これも股関節も真剣で動きたいんで、まあ、自分のカバーを決めて、腰決めます。それで、まあ、しっかり、この手もつくんですけど、前についても、後ろについても、ちょっと、体重のかかり方が変わるので、これも自分のやりやすいところを探ります。ちょうどいいとこあるんですね。あります、ね。その下の体型とか体質とか。かかと重心の人とか、つま先重心の人も結構あるので、体型とか、少しとか、つま先とか。自分のところ探ってたんですけど、やっぱり、中間点ぐらい。結構かかと重心にこっちに乗ってるから、前の方につかないと結構前に乗らなかったりとかする。柔らかい人とかね、腰下ろしすぎてこう立つしきる人多いんですけど、こうやってもスピードが出づらいんで、ちょっとぐらい上げてしっかり力抜かない状態キープして立った方が全部使えてスピードも出る場合があるんで、ここも腰の高さも寒いです。
まあ、まず基本のゆっくりのすり足からいきます。こう手ついて、しっかり。足外で、かかとから出す感じ。かかとから出す。この時にね、足外だけど、膝が前に中入ってくるので、そうすると膝、膝代わりで、しっかり腰から出したいんですね。すり足が腰から出したいって言うんです。腰から。腰の高さは一定に保ったまま、こう、出して。かかとから引っ張る。まあ、これだけです。なんで、単純なんですけど、その姿勢を取るのが難しいです。理想の足外、理想の幅で、腰の高さ一定で、かかとから。何でしょうか。まずやってみないと、かかとから。では、行きます。順から。後ろから順に来て。基本姿勢。これだと状態ぶれないです。しっかり。まあ、タコになる。ああ、ですよね。はい。で、進みます。腰の高さ一定で、かかとから足つく。親指なんで、進みます。なんか足出ないんですよ。下ろしたままだと、筋力もないと。ちょっと。そのまま出る。歩きます。出ない。これ筋力ね、独特な筋力なんです。スクワット強いからこれできるわけでもないんで。そうですね。この時に上体ぶれないように脇締め。まあ前前。手はお腹の前ぐらい。そうですね。そうです。最初ゆっくり。でも形めっちゃ綺麗です、うん。形は綺麗。めちゃめちゃ。めっちゃいいんです。いや。うわ。いやすごい。形はめっちゃうまいんで、あとはこの角度が開きぐらいの、あの体型にあって、足が長い体型なんで、もうちょっと広くていいですね。はい。スムーズに動かす。その一定で、でも腰が一定なんで、それでスムーズに動ければ。腰と位置はめちゃめちゃいいこの格好がかっこいいけど、進めないだけだから。空手家みたいな。最高さ、めっちゃうまい。仕掛けて、はい、まあこう慣れてくるといろんなこういう腰をそのテコに、まあ、やる競技なんですよね。だからこう腰を入れる練習とかこういうのも、まあ、これは普通はこれがスムーズにいかないとなかなかできないんです、まあ、アレンジちょっと慣れてきたらいろんな吐く方でいくとよくやってるんですよ。こういうグッと腰をグッとこれやるかくないとできないんでなかなか最初はあれですけど、あれ今これやらない見とくだまず立てないですよね、そこにね。そうそう、まずそれでじゃないと腰は絶対入らないんで、で進みます。出づらいですよね、こうきっちり形ができてるから出づらいです。そう、なのでみんな腰上げてこうなっちゃうんですけど、最初の形入ってるから形が綺麗だから、なんでこうすると進まないのは、おお行ってきた行ってきた、あ、でも本当に。早いすぎやすいですね。この。まあ、相撲は絶対にスピード大事なんで、スピードが一番で言ってもいいぐらいの競技なんで。まあ、これ早いすぎやすいです。まあ、実践に近いですね。一発でもできるスピードが大事で。この、これもみんな速くなると足が狭くなって、こういっちゃうんですけど、走っちゃうんですけど、これも腰の高さと足幅一定でいきたいんです。その理由も後で言うんで。まあ同じ理論なんで、それを速くするだけなんですよ。腰の高さ一定で、このまま。このまま速くする。まず速くするだけでいいんです。それ速くはできないんですよ。だから出ないんです。腰を一定保ったまま、さっきの基本外さずに速くする。最後のあれを使ってます。最後のきっちりこれも大事なんです。太陽が落ちるのが寒い。体が痺れないようにして。親指気をつけて、ぐねっていかないように。こうなるんです。そうなるんで、それをなくして、その入らない位置で。早くすればいいですね。だからこう基本の体を使い通せばいい。
難しくなるかと思うんですけど、これ土俵際に近づけば近づくほど逆転しようかもしれないんで、足幅大きくなるほど満足に近づくなる。ああ、それでこう細かく細かくなったら、なるほど、そういう理論です。そういう理論です。そういう斬新で出してるんですね。斬新ってなるとそこ結構上級なところもあるんです。すごい見てるなと思って。あいつね、ついてるんですよ、感覚を。で、スレスの方に行きます。左右に手をついて、基本は一緒なんですけど、出て、相手動きました。ついていきます。このついていく動作、この時も、膝からね、反復するときにこうならないように、膝から下を突きつける、腰を突きつける。なかなか距離があると、吸いやすい。こういう理論が分かって、もう一回。何も分からんでやってましたね。なんか、とりあえず。置いて、相手動かれた。つけつけつけ。それ、この時腰上がると、膝が伸びていくと軽くなるんで、簡単に飛ばされます。下げたままで。このまま。このまま。それだけの。それが面倒くさくなるんで、おろそかになる。そうまい。そう。めっちゃうまい。うまい。こう。相手を追うときに、相手の腕も殺したい。使えないようにしたいんで、絞って、ついて。さっきやってたこの動作は、相手のこの脇に刺して、返す。上級回復と人間行こう、力入ります。この状態で力入らない。たまに異次元の人いるんで、こっからいるんですけど、なかなかいない。刺したら返す。返す。相手の力をこう出させないようにする技。技の一つ。それで刺した方に寄せていく。こっち左に寄るときは左。こういうの。で、顎を大きいです。MC 幅が理論は上がってるの。そう引きつけてるもん。そうです。いや、もう、はい、ここちゃんと、それ実際に入って面白くなります。はい、そう、ここにこう、顔の位置がこうなってるの。もう常に顎が引いてる。あ、顎の引きだけはね、首を痛めないためにも必須になります。顔の引きだけは、あ、ちゃんとある。そこから、引きが生まれる。あ、うまい。うまい。そういう顔ですね。あ、そうか。足してって、こう、ちょっと、これで、これ叩かれたら、すごく短いです。あが一番極意で、はい、一番最強の技なんですけど、一番基本で一番最強です。一番力だったんです。頭と手で3点で、ね、相手に当たるんですけど、肩に当たると人間ってこう上から押さえつけられる分って結構踏ん張れるんですけど、下から起こされると残れないっていう原理があるんで、浮くんで相手を起こすのに角度も大事になります。これまあ難しいんですけど。まあ、コースよりも、ね、上に持ち上げるとその分軽くなるんです。軽くして押すっぽい。それで腰が下にいて結構腰を入れてこう起こしてから、さっきのあのスクワットじゃないけど、スクワットっていう
動きが大事なので、そして抜き走る、まあ、基本の3点で当たる点です。一押し声出なくなります。ちゃんと指導してくれるんでね。うちはもう勢いだけなんで。でやれやれ何回もやられるんで、やられて苦しくなるだけっていう。お願いします。最初からね、ガツンと当たると首に当たる。物を押すときの格好としては、下を持って、ね、をつけて、当たらなくていい。それも押す。この鉄砲はね、基本、本当は腰割ってやるんですけど、うん、慣れるまではこれでもいいですけど、まあ基本の。手を支えといてもいいです。しばしばし筋トレを指導してる動画を。そうですね、覚悟しておいてください。めっちゃ怖い。それでは今日はねこれぐらいで、毎回まあ、大体仕事忙しいと思うんで、うん、1週間に1回か、うん、まあ、まず最初の基本とか1人でもできちゃうんで、うん、まあ動画とか軽く撮ってもらって送ってもらえば修正とか言うんで、あ、はい、まあ2週ぐらい空いてもいいと思うんで、2週間に1回ぐらいこういう風に来て見せてもらって、その状態によってこう課題を上げていきます。でまず、まあ、8ヶ月なんで4ヶ月半分で終わって、まあ、どっか規模の小さい試合を目指していくんで、はい、探しましょう。まあ、4ヶ月単位でどう上げていくか、最初基礎の体の作り方使い方やって、そこからその筋力を上げていって当たって押す練習から入って、まあ、最後の1ヶ月は実践で技とかで、ね、勝つコツもあるんですよ。おー、それもやりつつ段階を塗ってやりたいと思います。はい、それは、まあ、毎回時々定期的に上げる感じでいきます。それでは今日はこれでグッチでした。ありがとうございます。さよなら。さよなら。筋力ポーズで。